今日はね、これラガーズハイを飲んでみたいと思いますね。うん、遅いんですけどね、11時10分ですということなんですけどね、アルコールが 7%、 これね、颯爽とした喉越し、すごいねこれね。第3のビールでアルコール 7% ってそんなないよね。飲んでみるね。じゃあラガーズハイっていうんだからね、なんかな、ビールっぽく見せてるよね。ラガーとか言っちゃってさ、わー振っちゃったんですよ、ちょっと。はい、これ相当の コストパフォーマンスですね。わわわ、泡ばっか、うわわわわ。あ、けどね、泡はね、きめ細かいです。きめ細かいで、色もね、ビールっぽいです。あー、意外にきめ細かいよこれね。この手のやつってすぐ泡なくなるじゃない。ずいぶん持つなこれな。喉越しがすごいみたいですね。じゃあ飲んでみますね。あ、ビールっぽいね。喉にくる感じがビールっぽい。うん、わかりやすいので言ったら、第三系だと麦とホップとか、あんな感じです。うん、だけどあの変な作られた甘みがあるな。糖類入ってるでしょこれ。うん、入ってるよなやっぱりな。なんか作られた甘みがある。さっきも言ったけど 7% っていうのでいいんじゃないかな。値段も安いです、限定だからな。イオンに行ったら買ってみてもいいかもね。じゃあ食べてみますね。はい、今日は冷ややっことね、焼き鳥塩、ボコボコってなってる。いただきます。うん、うまい。うん、あれですね、豆腐買うでしょ、青いやつとか有名じゃない、昔からある。あれってさ、もう手で剥こうとしてもさ、なんか薄皮みたいなの残っちゃってうまく剥がれないよね。うん、重点豆腐っていうあの3つぐらいセットのあれと違ってさ、結局剥がれないから、あの包丁でヘリのとこちょっとやってビリッてやる。俺はね、あれなんとかしてほしいですね。うん、でも豆腐は昔よりね良くなってきてると思うよ俺。にがりを使ってるのが多くなってきたよね。うん、これもね、にがり 100% なんですよ。まあ国産じゃないにしてもにがりがね。豆腐のと、あの、表示のところでさ、消耗剤ってあるじゃない。あれは良くないみたいですよね、体にあんまり。これはね、入ってなかった。硬いです、これ。これね、絹干しなんだって言えばすごい硬いですよこれ。絹干しでここまで硬いんだったらいいな。俺はいつも買ってる絹干しなんてこんなに食感ないですよ。これはだってスプーンが入っていかないもん。で、これ焼き鳥は塩、ネギマ、鶏皮、桃ですね。全部食べられないと思うね、これね。冷蔵庫に入れると。思うんですけど、思ってばっかりいつもね、いるんですけど、炭酸水って売ってるでしょ。あれ、強炭酸のやつなんかないよね、あんまりね。あそこをちょっとやってほしいですね。
ペプシとかさ、そんなの強炭酸なんていいからさ、うん、お願いしますよ、炭酸業界の方、お願いします。あのさ、 Windows 10あるじゃない、無償アップグレード一応予約したんですよ。なんか7と大して変わんないんでやっても大丈夫っていうね声が多かったんで一応予約しといたんですけど、来ないねこれね。なんかあの予約するとあれなんですよ、通知が来るんですけど未だに来ないですよ。大丈夫なのかなこれ、うん、俺すぐ来るのかと思ったんですよね。予約してその日のね1時間とかそんな感じで来ると思ったらもう結構ね今日の朝やったんですよね。もう今日休みだったんで未だに来ないんですけどね、通知が。こんな感じでいいんですかね、俺のパソコンがおかしいのか。だけど不安は不安なんですよ。容量がいっぱいなんで、これがアップグレードできるほどのあれがあるのかどうか。なんかあるのかな、どれぐらい容量ないとダメとか。見てないんだけどさ、これ。俺もうほんと仕事では一回もやったことないですよ、こういうの。塩です、練馬。練馬ね。うまい。あの、炭火でやってるみたいですね。書いてなかった。あんまりやったんですよ、フライパンでさ温めたんですけど、あんまり食べたくないですね、お腹いっぱいだわ。結構食べちゃったんですけどね、お腹いっぱいだったんですよ。でね、このビール、第3のビールの結論なんですけど、これビール並みに泡が出ます。珍しいですね。だいたいね、この第3のビールとかって泡に悩むんですよね、メーカー側は。泡が出ないっていうので、クリーミーさアップとかよく書いてあるじゃない。これはね、結構出ます。で、アルコールが強いんですけどね、舌に来るのがね、ピリッと来るんですよ。これ強炭酸だと思う。おそらく。で、味の感じですけど、第3のビールで言ったら麦とホップ、これが一番近いと思いますね。これで炭酸が強くて、そうだよね、それぐらいか。炭酸が強いぐらいか。あれも結構泡出るよね、確か。出なかったっけな。そんな感じですね。喉越しはね、麦とホップもそうですけど、ビールっぽいよね、これも。見つけた買ってみても損はないと思う。久しぶりにね、このクラスでは損はないの見つけた。まあ行かないと思うけどね、遠いんだよ、家から。置いてないの、イオン系はあるんですけど、これ置いてないんだよね。はい、ありがとうございました。